中間距離でリターンが取れる技っていうのが、まあ、タッチ強キックになるんですけど、はい、まあ、いわゆるこの長い系マイナス4の技なんで、うん、の中でも結構近いガードすると近くなっちゃいがちなんで、ユリアンの、ね、しゃがみの感じは届きやすいんですよね。しかしうまく中キックを軸に、うん、地上戦を展開して前に出た。ただ時はここで反撃していく。前ステップはしっかり止めて画面端側に投げてのジョンのこの立ち回り。体力リードは竹内ジョン、右手側。そしてジョンのですね、 V スキル、はい、クライムスウェイですね、はい、これが本当に飛び道具に対して強くて、うん、結構飛び、このスワイブの飛び道具抜け系の技の中でも多分屈指の強さなんですよ。2フレーム目で飛び道具抜けられるんで、おっと垂直を許さない。そして CA クライムパニッシャーがはまっていた、うん、この辺りですよね。ジョンの今の倒し切りをしっかり見ていると、はい、今のも駆け引きになっているんですよね、はい、やっぱりこの今、ジョンは V トリガー2ダーティーコーチ、はい、まあ、あのバット鉄パイプですね、相手をホームランできる投げ技が増えるんですけれども、だそれが溜まった時ってやっぱりそのゾーンクナックルから発動したいっていうのが普通なんですよね、はい、でゲージも溜まってましたし、時はそれを読んで垂直ジャンプしてるんですけど、それを待っていたっていう、その駆け引きのうまさ、そして、まあ、他の 4D 使いとはやっぱりちょっと違って、こうゾンクに頼らない、頼らないですね、まあ、非常に強力な、ボタンを押して離すことで出るゾンクナックル、EX も非常に強力なんですが、ここまではほとんど見られていない、はい、さあただ、このラウンドは時では、お見事。そっちは返しましたね。さあ踏み込み、時田の踏み込みも少し深くなってきたか。立ち強キックですね。やっぱり時田の、まあ、歩きガードが本当にうまいので、はい、ああい う, こう近くでガードされるとスキーガード技っていうのは難しそうですね。さあここでいくつか発動。さあダーティーコーチ投げていくホームランからの、さあこれで石が上から降ってくる恐怖があるが、冷静でしたね。やり過ごしましたね。 V シフト使うことで、あの石を使った、まあ、そのジャンプによる距離なんかもあるんで、そうですね、 V シフトで対処したのは見事から投げていく。この後ですね、まあ、使いますね、うん、おー V リバー回す。で無理やり画面端に追い詰めようかというところ。さあこれトリガー切れた、タイプもなくなった。さあどうなる。トキドはエイジスを捨てて CA リーサルプランですね、はい、ゲージが溜まりましたんで何か大技があった。おお投げ、潤沢なゲージをどう使うか。こうなってくるともう、CA に固執する必要もないでしょう。そうですね、 EX タックルでもいいという状況ではあるが、ジョーは何を狙うか。上からの投げを抜けている。そうそう、ジョンにもゲージが1本ある。抜け る, ける双方1本だー。 EX スフィア、さあ球の打ち合いで勝負を決めに来た。まずは時戸ユリアン、勝負は3試合選手です。竹内ジョンとしては、飛び道具で時戸のニードロップとかですかね、はい、誘うような動きをしてそこに、まあ、スウェイを合わせるというところも考えたと思うんですが、最後は時々飛び道合戦の経験値で上回りましたかね、はい、さあ絶好調だったジョン、負け知らずのジョンに一つ星を先行した時々ユリアン、さすがか。ここも投げを誘い出して、いやー早い、あーですね、うん、判断が早い、決断力がある。上からいくコンボがしっかりですね、いろんなコンボ持ってますね、まあ、ユリハン非常にコンボのレシピ、たくさん持ってるんですけども、状況に合わせて1本で勝ったと、はい、そこで EX セット。さあ危険な画面端からヘッドヘッド、これは読んでいた。危ない攻撃を仕掛けてくる。 BO5 らしいですよね、中盤で俺はこういうラフプレーもやるんだよっていうのをまず見せるっていうのはね、この後ね影響出てくると思うんで、メッセージの姿勢の高いプレーを見せていく。この辺りは2試合選手では見られないようなプレー。いやー、ダーティーコーチ鉄パイプコーディに対してガンガン前に出ていく。
受けきれないですからね。まあ、セット。いやー、うまく止めている。これはどうする。それでも投げるか。これで2対0。パーティーコーチで崩せてないですね。崩せてないですね。さあ、ジョンにしては珍しくと言いますか、はい、結構ゾンクを使って試合を組み立てる場面も見られましたが、それでも崩せないと。組み合わせ的にはやっぱりゾンクは有効だと思うんですよね。理由としては、ユリアンがやはり V リバーサルはしづらいキャラクターのはず、はい、エイジス使いたいんでなんですけど、時とのそのあたりの V 形の切り替えが本当にうまいですよね。これはうまく終盤重ねから崩していく。ラインも上がっているが中盤大きい、オーディアの中パンチを置くのは本当に強くてですね、安定も強いですし、結構一つ一つの技優秀ですよね。そうですね。しかもゲージがあればリターンも非常に高いので。さあ、時とがしかしうまく歩きガードを使いながら前に出てくる。体力リードのジョンは無理はしないで、そうですね、ゲージが溜まったらこのようにしっかり投げまで決めてラウンド。さあ、嫌な流れを断ち切れるか。今みたいにリードした状況で、EX ゾンクを使うことで相手にその V リバーサルを強要するのはやっぱりコーディの強い動きではあると思うので、ガードしきってしまうとかなりコーディ有利な状況になってしまうので、しかもね、画面足に押し込んでいけるんですよね。まさぎ、ジャック、下げてくるやつ。これはしっかりとシフトを取ってスタンまで1ゲージか。どうする。 EX ラフィアンからジャンプ攻撃型ですね。おっと、膝が重なっていない。これは特殊のチャンスになるが、うまく暴れた。ここから早く締めておきたいところ。畳めるか。とはいえこの状態だと、おいやった EX。 さあ、画面端も絡んでいる。さあ、スタンすれば吹き飛ぶぞこの体力。2枚目の壁もある。あ、そうですね、ビリバ上しっかり。さあ、ヒヤリとしたところをうまく締めてフォローした。竹内ジョン一つ返して、これで2対1。序盤でリードを、ね、作れましたね、この試合に関しては。そうです、ね、ジョンの方が、うん、さあ、ここから反撃ののろしは上がるか。今のような形で、まあ、打撃を通していければ、まあ、序盤リードというものになりますよね。置き技の置き方も良くなってきてますし、これですね。そうですね、シャウン中盤かなり機能してますね。さあ、上、しかし綺麗に入って、さあ、投げてフォローの形になったが、画面端を背負ったのは竹内ジョン。人はどうする。コーディの飛び道具がゆっくり飛ぶんでいい技なんですけど、キマンテルで出すと結構ジャンプ攻撃を落とせないんで、最速見せましたね、時とが。おっと、ジャンプショーキックで潰していったアッパー。高い V トリガーありますね。どこから引いてくるか。おお、ゾンク差し返し、ゾンクの形になった。次はどうする。打撃硬い、カード目から。さあ、お互い強力な V トリガー合戦になったが、壁1枚目はしのいだ。手前、これは危ない。手前バリ、いやー、減るぞ。おっ、で珍しい。今度は上、しっかり耐えく。打撃が通っている。今のは時戸としてもエイジスが2発3発当たると、はい、多分踏んでしゃがみ強パンチを待っていたんですけど、距離が絶妙で一発目で落ちちゃいましたね。落ちちゃいましたね。さあ、ジョンとしてはラッキーだった今のシチュエーション。さあ、この木にあった、この好機を逃すなと言わんばかり、一気にスタンまでしそうだが、危ないところ。さあ、若干遅れた。さあ、これで攻守が変わるか。体力差ついた。うわー、打ち合い、呼吸は合っている。トリガーを先に引いたのはジョン。さあ、ここで V リバー。さあ、エイジスを捨てて守りに出るか、守りきれるか。エイジス終わりますかね、次で。そうですね、次でたまるか。危ない、バックステップ、タックル来た。どっち、エイジス後ろに下がれているか。下がってるからの強っ。打撃2枚目、
抜ける、よく抜けた、抜ける、おお気合い。さあまだ V ゲージがある、届くかジョン、どうなるこれ、守るかドキド、双方何か技当てるとゲージ溜まるんですよね。そうですね、そうですね、ジョンが溜まった。で、マエステをしっかりとがめていった。これで2対2。いやジョン冷静でしたね。目標としてはやっぱりその先にこう EX 音楽触られる前に試合畳もうっていうダッシュだったんですけれども、はい、ちょっと見ていましたね。見てましたね。さあこれでフルセットになりました。すごい5試合目、流れとしてはね、序盤にトキドがこう勝った後にジョンが返していってるんで、そうですね、ジョンに勢いありと言っていいでしょう。 うまい。しかしよくぞここまでコーディを研磨し続けた。タイルフィードはジョンのコーディ、キドはもう少しでイージスがたまろうかというところ。さあこれトリガーたまった、ね、はい、さあジョンもトリガーがたまって、こっからはトリガーの引き合いだが難しいですね。どちらのトリガーも強力なので、受けるか攻めるか。ここで先に発動はトキドのユリアン、投げを打って跳ね返ってきたところ、いやーしゃがみ、しゃがみ大パンチ一気に倒しきる。これでリーチはトキド、ユースやシュートが得意とする有利からのしゃがみ強パンチ、ガードされても EX スピアがありますので、単純に強い動きですね。さあこれは乗っかって追撃が入って、無理やり画面端に押し込んでいく動き、ではしっかりトス、とがめて入れ替えて投げる、このパンチ雨に当たった、うわっ、手ず一気にいくか、リーチはかかっている、投げが入ってスタンはしないが危ない。さあ持続当てから投げ、うまく返して、これ頑張りますよ。そうですね、あれヒット発動成功、画面端の絡むと危ないぞ、投げている、ホームランじゃない。さあ連携にした、読んでいる、ホームランで倒しきれるか怪しいと踏んで、より攻めが分厚くなる通常のヒットの方からの置き攻めをしましたね。そうですね、画面端石もね、上から振らせます、振らせることできますし、すかさず EX セットを打っていったが読んでいた。さあこれでフルランドフルセット、さあゲージ状況は若干ジョンの方がいい、上、さあ綺麗に垂直を刺したのは時を投げも入って、ただトリガーがある、今からヘッド打っていく、投げて持続だが打つのか、しゃがみ逆パンチ投げて、さあどっから来る、ここで投げている。さあそしてこれはセットプレーに行った、どうなのこれ、イメージ減ってる、一気にいった、上からのラフィアン、これがコーディのダーティーコーチ、なんとジョン竹内が時を粉砕。さあ 2-0 からの逆三立て、いやー見事、後半の読み合いの強さも良かったですね。うーん、すごい激戦でしたね。すごい激戦でした。